我々私もそうだったんですけど、うん、国の借金っていや大変だと、一人当たり800万だとか700万だって、うん、私不信じてねって、本当に不勉強だったことを恥じるんですけども、これ勉強すればするほど、この積極財政の方が正しいっていう方ばかりなんですよ。で逆に言うと、いろいろ勉強してみたけど、やっぱり緊縮派の方が正しかったっていう人一人もいないよね。いない、見たことないです。見たことないですね。例えば松本久志先生は、医者なんですよ。で、当選1回の衆議院議員なんですけど、私ちょっと誘ったんですね。結構保守系で気があってなんでね。で、松本久志さんが、この積極財政の勉強会どうですかって言ったら、いや、私もね、医療のことは詳しいけど、経済なんてわかんないしね。よくわかんないからって、まあ、騙されたと思って一緒にやろうよって言ったら、今彼が先頭に立って、これは正しいと。そうだ、ちゃんと理解されて。理解されてですね。気づいちゃった。気づいちゃって。